皆さんこんばんは、こんにちは。サンデーレーシング一口馬主です。今日のね、重賞関谷記念小倉大賞典ともにね、的中できました、三連複なんですけどね、まあ三連複フォーメーションでね、予想の方は提供してます。まあ軸馬がね硬い時はね一等軸でもいいんですけども、まあ本命対抗でね、2等のフォーメーションで流すというのはね、まあ点数は増えますけど、まあ小銭でね万馬券をとかね高配当を狙うには、ベストな方法じゃないかなと。まあこの方法をね、まあ7、8年、10年近くはやってますね。まずその関谷記念なんですけども、ちょっと物議がありましたよね。まあ、要するにシルクレーシングのアブラーレですね。あれが勝ったんですけども、まあ、それでシルクの方はね、まあ、あまり、文句言わないと思うんですけども、ただ、アナザリリックがね、まあ、ゲート突進して、ゲートの扉が壊れてしまった。で、普通であればね、馬体検査すると思うんですよね。で、馬体検査せずにね、スタートを切ってしまうと。外枠発想ということでね、まあ正直ね、まあ怪我はなかったと思うんですけども、まあ精神的にね、例えば顔とかね、体ぶつかってるわけですから、やっぱりね、公正競馬を掲げる JRA さんとしてはですね、まあ一応ね、ルーティンで馬体検査をしてほしかったなと。まあ的中したんですけども、まあそれはね、一つ、まあオーナーさんサイドの立場から考えると、ね、特にシルクのね、出資会員さんっていうのはね、結構サラリーマンの方とか、まあアルバイトやってる方とかね、いらっしゃると思うんで、まあね、まともに走ってたらどうなのかなっていうのはね、あるかと思います。まあ厩舎サイドにはね、まあ、戒告というね、処分が下されたみたいなんですけども、まあ、その前にね、馬体検査すべきなんじゃないかなと、僕はね、オーナーさんの立場から考えると、まあ私もね、サンデーレーシング出資してますし、過去にはね、社大レースホース、G1 レーシングと出資してますだから、やっぱりね、もし自分の出資馬がね、ああいう形になったらね、まあ馬体検査して、ね、公正競馬なら、除外するのがね、ダメージがあればっていうのはね、ちょっとそのやってもよかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ何をねゲート壊れて外枠発走決まってスタートするまでね1分経たなかったんですよね。あの辺はねちょっとね、なんか誰に忖度してんのかなと、考えちゃいますね。まあ、小倉記念の方はですね、まあ、はっきり言うと、まあ、川田騎手はね、地元オーナーのね、平井オーナー、おそらくね、来場してたと思うんですよね。まあ、勝たせたと言ったところじゃないかなと思います。まあ、松山騎手がね、ちょっとね、後続、後ろから来る馬をね、警戒しすぎて、まあ、帝王、空根のですか、帝王をね、まあプレッシャー与えずにね早めに捕まえに行かなかったっていうのがね、まあ最後筋量の重さもあって、足が鈍ったところに、まあ、軽量馬ゴールドアイクリスに刺されてしまったというところだと思います。まあ不思議なことにですね、新潟の方が3連複79倍ですか、小倉はね、50倍ちょっとなんですよね。まあ、一番人気がね、共に沈んだ割にはですね、新潟の方が、まあ、なんて言うんでしょうね、ディビーナとかね、買う人多いと思うんですけど、まあ、単勝はエヒトは売れなかったけど、連軸では売れてたという感じじゃないですかね。まあ、さて、次週は札幌記念です。まあ今年はね、G1 馬が3頭出ますけども、3頭ともね、休み明けですし、
先々の目標もあると思うんで、まあ一番人気がね11連敗中の札幌記念、まああのね、大きく崩れてはいないんですけどね、馬券圏内にも入ってきてるんですけども、まあ人気がそこそこのない馬がですね、盲点となるような馬が勝ってきてるっていうのがね、歴史の物語ってんじゃないかなって気はします。それではまた、15日はね、まあ台風で盛岡がクラスターカップがあるんですけど、そちらの方はねショート動画で、注目馬の方を上げさせていただきたいと思います。以上日曜日の重賞後期でございました。詳しいね、見解なん、回顧録はね、ブログの方で、公開してますので、よろしかったらご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。